おはようございます。5月23日土曜日、朝4時40分です。この時間でも外がかなり明るくなりましたね。今日も一日天気になりそうです。で、今撮影しているこのカメラですが、昨日届いたばかりの富士フイルムの XT4 に、レンズが 23mm F2 のレンズをつけて撮影しています。なので換算 35mm ですね。で、設定で、クロップのない設定に今してるので、35mm で撮れているかと思います。それでは朝のルーティンということでバリスタでスタートしたいと思います。いただきます。うまい。画質等の比較をしたいということで、いつもと同じ自宅のリビングで照明暗めに設定して今撮影しています。で、XT4 側の設定としては、シャッタースピードは60分の1に固定しています。で、F 値も今2.0に固定しています。で、ISO 感度は、オートで今撮影してるんですけど、今のこの設定状況だと1250になってますね。まあ、できれば800ぐらいまでで、まあ、ノイズ出したくないので、上は800ぐらいで抑えたいっていうところはあるんですけど、XT4 の高感度耐性がどれぐらいあるかっていうところもちょっと見極めたいので、しばらくは、ISO に関してはオートで撮影してみたいと思います。いろいろと YouTube に上がってる動画見てると、かなり、暗所での耐性ありそうなので、まあ、1250ぐらいだったらそんなにノイズ気にならないのじゃないかなと思っています。昨日 XT4 が届いてすぐにダム公園に撮影に行ってきました。もうバッテリーがほとんどない状況だったので、まあ、大して撮影できなかったんですけど、一応フィルムシミュレーションとしてはクラシッククロームとエテルナの2パターン撮影してみました。まあ、ただ色味を若干調整しているので、まあ、自分好みに調整してたっていうこともあるので、あまり参考にならないかもしれませんが、いかがだったでしょうか。撮影の感覚ですが、まあ、普段使ってるこのメイン機で使ってるのがパナソニックのこの G9 Pro なんですけど、まあ、これと比較してもね、そんなに違和感があるような感じがしませんでしたね。普段結構、オート設定ではなくマニュアル使って撮影するっていうことが多いので、まあ、オートフォーカスはもちろんオートなんですけど、その他の設定っていうのは結構シャッタースピード固定したりだとか、あと ISO 感度なんかもね、固定して撮ることが多いので、そんなにね、違和感がなかったですね。逆に物理ダイヤルがあるので、ここでこう自分が撮りたい設定にすぐこう変更できるっていうのはすごくやりやすいなと思いました。バッテリーの持ちがちょっとどれぐらいなのかっていうのがまだ全然試せてなくて、昨日ほぼ空の状態で届いて、で10分ぐらいかな、10分ぐらい充電して、で撮影しに行ったんですけど、もうほとんどバッテリーない状態でした。で、昨日一晩充電して、とりあえず今フル充電になってます。で、この状態で今日一日撮影してみて、どれぐらいまあ持つかなっていうのを試してみようかなと思っています。ちなみに今撮影しているフィルムシミュレーションですが、これは今エテルナになってますね。で、エテルナも素のエテルナじゃなくて、これも若干色味調整しています。この XE3 も非常にいいカメラだと思うんですけど、このエテルナがね、ないんですよね。やっぱり数年前に発売されているカメラなので、フィルムシミュレーションがこの XT4 や最近出たカメラに比べると若干少なめなんですが、それでもクラシッククロームは選択できて、普段動画撮影したりだとか写真撮る時っていうのはクラシッククロームに若干色付けして使用しています。結構ね、綺麗に撮れるんで、非常に気に入っているカメラになります。特に今設定は触ってないんですけど、いつの間にか ISO 感度がこれ2500まで上がってますね。2500でどうだろう。ノイズが目立たなかったらいいんですけどね。このあたりはまた編集時に確認したいと思います。今時間がちょうど5時になりました。で、今日はこの後ちょっとごそごそ、動画の編集したりして、で、まあ、7時ぐらいには、家出発して、コメダ珈琲に行こうかな。この間、コメダ珈琲のチケット購入したので、
今日はコメダコーヒーでモーニング食べていきたいと思います。もちろんこの XT4 持参で行ってきます。7時前になりました。それでは今朝はモーニングを食べにコメダコーヒーに行ってきます。それではエンジンスタート。じゃーん、コメダコーヒーにやってきました。で、先日購入したこのコーヒーチケット使って今日はモーニングいただいてきます。まだ営業時間短縮してますね。あ、メニュー見るまでもないんですけど、ブレンドコーヒーのたっぷりサイズにします。あといつものオグラで、たっぷりブレンドと、たっぷりのブレンドコーヒーと、はい、あとオグラで、オグラ でバターでお願いします。バターで、はい、たっぷりブレンドとトーストはオグラで、うまそう。ではいただきます。じゃあまずはコーヒーから。うまい。いただきます。うまい。ごちそうさまでした。いや、うまかったです。今日は少し時間取れそうなので、朝のはこれから競技場に行ってちょっと散歩しようかと思います。じゃーん。というわけで競技場まで朝の散歩にやってきました。時間が今8時前です。この時間からここの通路開けてくれてるのは非常に嬉しいですね。昨日手ブレ補正の検証も兼ねてダム公園で少し撮影してみたんですけど、思っていたより画像を確認した限りでは手ブレ補正悪くなかったと思いました。もともとこの XT4 発表当時にジンバルいらずっていうような、まあ、そんなね紹介があって、もう手ブレ補正がすごいんじゃないかっていうような、まあ、話が先行しちゃったんですけど、実際実機触ってみるとそこまで手ブレ補正が、性能良くないっていうような話が、出てましたが、実際自分使ってみて思ったのは、そんなにむちゃくちゃ良くもないし悪くもないというような印象です。少し気になったのは、手ブレ補正のこれは何だろう、許容を超えてるのかな、許容を超えた動きをした時に画面がカクつきますね。こうカクカクっとこう、動くようなそんな、動作があるんですけど、そこが若干気になりました。いつも使っている G9 Pro だとねそういうのがないんですけど、この富士フイルムの手ブレ補正に関しては XT4 の手ブレ補正に関しては若干カクつく場面があるなっていう、そんな印象があります。立ち止まってこういう風に撮影している時っていうのはあんまりそういったカクつき気にならないかと思うんですけど、歩き撮りしている時にそれが躊躇に出てくるような感じがします。いつもと同じように明るいところから暗いところに入った時にどういう風な変化が起きるか、富士フイルムのカメラのこれ特徴なのかどうかわかんないですけど、結構露出がパカパカするんですよね。どうかな。ちなみに今これ左手で片手持ちしてます。で、普通に歩いています。やっぱり晴れの日は ND フィルターいるかな。昨日も話しましたが、やっぱりバリアングルがあるのは非常に撮りやすい。まあ、あんまり自撮りするっていうことないんですけど、このね絶妙に顔が入らないこの見切りができるっていうのはバリアングルあると素晴らしい。競技場内で撮影始めてからはシャッタースピードを500分の1に固定してたんですけど、今試しに60分の1に固定してみました。60分の1にするともう絞りも絞りきれないので、やっぱり潮飛びしちゃいますね。60分の1に固定しています。で、ちなみにこれを
500分の1に変えるとこんな感じになります。それではそろそろ出社して仕事してきます。でおそらく今日はこの後撮影できないと思うので本日の動画は以上となります。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。